とんでもないのあの孤独な誕生日に耐えかね、推しであるスクワットのケンゴさんを館弁に閉じ込めたセクハラおばさんなの、動画を撮ろうにもあまりの騒音にイライラしてるなの、ついに一番の居所である船の上から見えるお台場の景色を1分で見終えるという暴挙に、お好み焼きともんじゃが食べ放題だというのにもかかわらず何も注文せず、トーク内容はほとんどスクワットの企画会議、館ブレの店員を攻撃、なぜねスクワットの企画会議から急に始まるので、絶対に前回の動画を見てからこの動画を見てくれよな。やめて、泥酔なのの暴言でケンゴくんの HP はゼロよ。次回ケンゴスクワットドットイっていうんです。スタンバイ。それで言うとさ、これからこういう方向性に変わりますって宣言するのやめてほしいんだけど。天使これからガラッと変えていかないといけないからさ、動画の方向性も変えていくって明言絶対しない方がいいと思う。それこそ平成フラミンゴさんも最初は視聴者がすごい前の方が前の方がって言い出すんですけど、で食らっちゃうじゃないですか、ポチのコメントって。であれで不安になっちゃうと思うんですけど、多分だけどなんとなくちょっとやっぱコムドットを勉強してる あれはあるかもしんないです。いちいちやっぱ報告するじゃないですか。言うたらあの僕らのリーダーコムドットの山本大好きなんですよ。好きさ、男の人って時々さ、コムドットって意外と男好きなんだよな。でも好きな人全然いますよ。使っていいところ好きだったさん的に。逆に全然僕らは NG ないんでいいんですけど、視聴者さんが退屈しないかちょっと心配してあ、でも僕本当に YouTube の戦略みたいな話してる YouTuber めっちゃ好きなんですよ。俺が できないから結構 NG 多いからさ。興味ないわ。あ、自分で言うの。ああ、なるほどね。ジンタンさんとかと、脱退した2人が喋ってるのめっちゃ面白かった。ああ、逆にスクワットはどうしたら売れていくの。脱退した2人が、やだこの人答える気だわ。あなた売れてましたっけ。罰ゲームって言っちゃあれですけど、コメント返しした方がいいと思います、シンプルに。僕も最近できてなかったですけど、コメント100件とかだったら僕全部返してましたから。すごいな。ダメですね。ほら、暇すぎたんだけど。最下位の2人がやることは多分脱退じゃなくてコメント返しかもしれない。ああ、それメインの、それとも脱退したそのメインのコメント返し。コメント返しが罰ゲームってなっちゃったら見方悪いですけど。確かに確かに。小中学生に人気になりたいんだったら、ああいう編集でもいいかもしれない。年齢層が上がってるところのシンプルさを求めるって。ああ、確かに。そうですよ。誰に笑ってほしいのかで編集の点差変わる。それに対しては多分小中は目指してないですね、スクワットは。そうなんですよ。で、動画の内容的にももうちょっと上の層なんですよ、多分。高校生から20代前半ぐらいとか、うん、自分たちのね、起こしたぐらいが大体ってなると、もうちょっと大人な編集というかにしてもいいかなって俺も思ってしまいました。なるほどね。だからその大人の編集ちょっとシンプルにするためにちょっと編集のあれを変えたっていうのもあるんですけど、でも結局ちょっとずつ戻ってきて。そうなんですよね。不安になると。そうこの間俺もね、そう言ったじゃないですか、編集のテイストに味をつけすぎるなって、うん、そう寿司にマヨネーズをかけた画像を送った気がするんですよ。嫌みすぎん。スクワットのバディ嫌みすぎん。赤担当の人がもう常にブチ切れるみたいな感じだったもんで、赤フォントに口がなんかずっとブチ切れてるみたいな。すごい見てる。めっちゃ見てます。嬉しいなー。 YouTuber 大好きな。連絡してるのも普通にすごいことですよね。言うたらやっぱ7月の再生数本当に壊滅的に悪くて。そうか。もうめちゃくちゃ悪くて、僕がどうしてもやりたいっつってノーリアクション顔面パイっていうネタはあったんですよ。伸びてなかったね。伸びてなかったってさ、どういう時にさ、そういう企画とかってさ決めてくる。その企画なんて考えないです。考えない。いや、どうやってこういうの撮ろうとかっていうのも、よし撮るかってなった時に考えるのか、それともパワーワードだけ5つだけ決める。やばい。長尺は、長尺はパワーワードが5つあのメモがあるんだけど、溜まったら動画にするみたいな。パワーワード上げましょうか、1個で、いいんすか。あんだけ一人喋りできる能力は本当すごい。それが持っためちゃくちゃ強いけど。いや、マジで強いんですよ。あんな喋れないもんね、一人で。それこそ自分一人でコント撮ろうとした時に、出てこないですよね。あれは年もえたらな。どうせ私たちは付き合ってはいない、でも付き合ってはいるかもね。あの感じ変換が違う。あー、なるほど。こういうのを5つ食べたら動画撮れる。あ、そういうこと。使ってください。私めっちゃ好きだわ、それ。最悪。それ言ったらさ、七尾さ、結婚願望とかないけど、結婚してる人間見ると最近病むようになってきた。最後のさ、結婚してますもんね。してます。はい。何ですって。何ですって。最後のさ、もうしかも家も買ってますから。マジですごいですよ、本当に。降りていただいて。飛び降りて。こちらへ、こちらへ。青山さんは何歳まで結婚してるの。もう本当は人生さっきだと結婚してるはずだったから、なんか気持ちは一緒なんですよ。結婚したいわけじゃないけど、結婚できる人間性ではいたかったなっていう未来ですね。なるほどね。私もそうです。昔結婚する想定の年齢だった今の自分が、ほんとそう、ほんとそうです。思考回路なんだっていうふうになると。あー、なるほどね。私
やもそれ。26歳になるんですけど、今年も、はい、26歳なんかもう大学生からしたら、僕らがもう大学生から高校生からしたらめっちゃ大人だなと思うんですけど、今思ったら全然ガキなんですよ、本当に思考、ここはいや、本当そう、私もそうです。なんなら高校野球やったら90の大人に見えるね。ああ甲子園球児はやめる。これ俺ら10個下なのにこんなにだから分かんないですけど、めちゃくちゃ泣けるんですよあれって。甲子園球児と前田敦子の卒業年齢はやめです前田敦子20歳で卒業してるんです。そうなんだ。いや、あれはやめる。スカッと結婚なんかねないと思います。僕って何個かあったの。いや、もう遅くも解散の危機はあったって。正直何回もこのままじゃまずいぞっていう話はしたことあります。このままやってたらもうあと1年で俺ら解散だよみたいな話は何回もするんですよ、本当に。だからこそ何回も何回もそう思った時には会議して路線変更というか、それこそ編集の帰った時もそうなんですけど、あれは話し合った結果いろいろともう解散しようと思ったことはないかもしれないです、まだ。今 YouTube って Twitter 感覚で当たり前のように YouTube やってるみたいなことになるかもしれないけど、グループ YouTuber ってやっぱグループでやるもんですから、解散みんなの人生それじゃありますからね。そうです、 Twitter 感覚ではできない、うん、7人いるんで意見がもう全員違うんですよ。いや、そうですよね。やっぱりしかも全員がちょっとガが強いというか、スクワットって全員ガが強くて、一回これって決めたらあんま曲げたくない人たちなんですよ。イメージあります。そうなんです。だから話し合いはめちゃめちゃ長いし、ルームで僕ら朝9時に集まって終電まで帰れないことありますから。スクワットだとお前いつもいるんじゃん。話し合いがめっちゃ長いです。あとレモンサワー一つ。レモンサワー、はい、下積み時代の苦労、今が一番苦労してるかもしれない。昔の方がまだ成功してたというか、ショートでバーンと行った時はもう来たわ、言うたらさっき平成フラミンゴの話した。俺はもう平成フラミンゴを真似してもうやろうと思って、スポーツのあるあるは結構伸びると思ったんですけど、どのコンテンツがないのかなと思った時にバスケがないと思ったんで、そこでバスケに手を出したんですよ。しかも YouTuber ってバスケしてるクリエイターめちゃくちゃ多くて、はじめさんとか、それこそコムドットだったりとか、バスケのコンテンツで広げていけばそういう人たちと関われるんじゃないかと思って始めたんですよ。めっちゃ考えてる。めっちゃ戦略的なやつ。バスケあるあるで、そこで僕がバスケ部だったんで、一応その最初バスケあるあるを考えて一回投稿してみていいって言ったのを聞いて、発想力があると思ったんですね。そこで発想力があると思ったありますよ。本当に今が一番下積み。逆に下積み聞きたいけど、いや僕は、まあ、実家太かったんで、お金で困ったことはないし、大貧乏とかでなんか隣の雑草食ってましたみたいなエピソードはないですけど、クリエイターで YouTube 目が咲くまでなんかクリエイターでやってきますみたいなことができない家だったんで、絶対大学卒業するまでに親が認めるくらいまで稼がなくちゃいけないっていう時間制限があったのは怖かったかもしれないですね。嫌いなメンバーって書いてありますね。デッカ版金カノックスターみたいな。嫌いなメンバーか。正直言ってこれ本当につまんないかもしれないです。正直いない。嫌いなメンバーは。どう見てていないと思う。いないです。メンバー多分みんな仲いいとは思ってます。なんか裏見てて仲悪いなってみんな思ったことない。ただやっぱり喧嘩します。どうしても言い合いはめちゃくちゃあって、ちっちゃい争いはある。その時はなんやこいつってめちゃくちゃ思うんですけど、でもそれも全然1日経ったらもう忘れてるという。男子って。永遠に引きずるもんな、俺。マジでそう。絶対忘れないから。忘れない。忘れない。でもあの時さ、ずっと言いますよ。あ、そうなんだ。寝ますタイプ。東京で機会があったんですけど、そのイベントが終わった後、車の中で大喧嘩したことあるんですよ。車の中でもうメンバーとメンバーが大喧嘩して、ちょっとそこは溜まってた部分があったらしくて、こらえた部分はそこはもう爆発して。そこでちょっと話そうっていう風になって、そこでぶち負けてみたいな。でもその時って僕ら本当に僕的に思っちゃうのは、正直一つのイベントが始まったなって僕は思っちゃうんです。喧嘩ってメンバー内の喧嘩ってちょっとワクワクしちゃうんですよ。うわ始まったみたいな。その場ではちょっと止めるんですけど、やっぱ後からいやすごかったっすねみたいな感じの。俺は喧嘩したら終わりだけど、喧嘩したら終わりっていう人間だったから、喧嘩した後仲直りできるのすげえな。
子に嫌われるタイプのメンバー。俺らはこれがおもろいと思ってるけども、女子からしたらうざいと思われる。ただただ騒いでるやつみたいな。スクワットってアイドル入りしないんですか？アイドル入りはしないかもしれない。ここで言うアイドルってどういう？で、アイドル入りしてると思いますか？してないと思います。でも俺にとってはめっちゃアイドル入りなんですよ。そうなんですか？アイドル入りしねえってわざわざ明言してること自体が、アイドル売りが嫌いっていう人間に対して媚び売ってることになるわけです。あ、媚び売らねえっていうラップ歌ってる人って、媚び売らない人が好きな人間に対して媚び売ってることになるから、結局アイドル売りになってるから、なんだかんださんもファン層結構ケンさん、ちゃんと男性男受けもいいし、男受け良くない？良くないです。元の通りです。男受けは多分良くないかもしれない。女兄弟いるマウント取ってる童貞みたいな。それはでも俺もわかる。歌うまい
いポジションなんですよね。してますよ。その時のうまいうまいうまい。いやいやいや、全然うまい。下手な人に対して、いやでもいいみたいな。逆優しいじゃん。下手って言わないですよ。いやいや、優しくていいじゃん。そういうこと言わないじゃない。今欲しいポジションそれじゃないみたいな。そっちのポジションね。俺もう歌い方とかそこら辺がもううざいのかと思ってた。あ、もう歌い方もうざいけど。いや、もうイベントやるんだったらさ、行くだったらすごい大切。でも、イベントで。めっちゃあれマジでバントで見てほしいんだけど、行きました。照明と照明とオーケストラ、そうだサポートで、そうだイベントで僕らその歌歌ったんですよ。その3対3で分かれて、そうなんだ、その3対4だ、うん、7人いるんで3対4でクリスマスの冬の歌で対決みたいなやったんですよ。あれ後でその動画送られてきて最近見たんですけど、共感性周知がもうやばい、マジで見てらんなかったっす。見てらんなかったっすね。見てらんなかったっす。僕の歌詞も思いすぎスマホで見てないからやばい、もううわ、後で見てほしい。めっちゃ、私は中で見てました。見てました、見てほしい。やばい、あれうまくもないしなんてやること、そう地獄のようなあれだ。もうね、なんだろうな、今のステージでやっちゃダメでしょ。立ってる時は何も気づかないんですよ。やってやったみたいな感じで、あの時バディじゃなかったら、俺がバディだったら結構怒ってたもん。そんなんならやるな。サイクロンさん、なんかちゃんと言ってくれそうでいいっすね。サイクロンさんね、すごいちゃんと言ってくれる。